これはその昔、私と知人とで実際に交わされた会話。ね、こないだ人気アイドルのヒョンジュンに会ってた。ヒョンジュン？すごーい。違うわよ。ヒョンジュンじゃないわよ、ヒョンジュンよ。なんだ、ヒョンジュンか。てっきりヒョンジュンかと思ったじゃん。そう、ヒョンジュンよ。まあ、ヒョンジュンもかっこいいけどね。またね。はぁ？どうも、韓国に住む普通の韓国人、あっちゃんです。時は2000年半ば、日本でも韓流で活動していた人気グループ、まやその名も懐かしき、ドレス501。なんと面白いことにも、同じグループ内にヒョンジュンが2人もおりまして、その上2人とも名字まで完全一緒の2人のキムヒョンジュン。でもちょっと考えてみてください。普通ならばこんな場合、きっと日本でもそうだと思うんですが、同じグループに同姓同名がまるまる被ってしまった場合どうします？普通は呼び名変えますよね。せめて片方だけでも仮名を作るなりしてデビューさせるのが一般大衆に対する一種の配慮みたいなようなものでしょう。きっと日本でも普通に行き着く発想だろうと思いますが、その辺の感覚はこちら韓国だって同じことです。だって名前が被っちゃややこしくて仕方ないですもん。でもご覧ください、結局のところどうなりましたか。ドレス501というグループには何事もなかったかのようにキムヒョンジュンが2人。大丈夫なのか、ややこしくないのか、被ってちゃ困んないのか。ないのです。そう、困らない、大丈夫なんです。驚くべきことに、ややこしいどころかぶっちゃけ被ってないのですから。何言ってんのさ、キムヒョンジュンが2人なのに。そう、それですよ。今回の核心はそれなんですよ。キムヒョンジュンはキムヒョンジュンでも、このお二人の発音がそれぞれ全然違うっていうことなんです。同じヒョンジュンでも挿入されている2つのがそれぞれ見事に違うのですよ。この通り、文字もさることながら発音自体が全く違うわけです。あれ？でも冒頭ではそんなに違わなかったよ。どういうわけも何も、そこでは私あえて日本語で書いてあるままに読んだのですから、当然のことでしょうよ。冒頭でお聞かせしました通り、日本語表記でヒョンジュンと書いてあれば、ヒョンジュンの2人に発音の区別なんてあるわけがないというのが今回の主題ポイントというわけでございますよ。私その昔、冒頭の会話を知人と交わしてからしみじみ不思議に思ったものです。これって日本のファンたちはどうやって区別してんだと。だって運を区別しないことにはどうあがいたって同じ名前にしか見えない、聞こえない。そして先ほどからちょこまかとやかましいこの文の通り、この動画は韓国語の講座ではありませんでして、あくまでも英語の発音に関する革命的なレクチャー。しかしながら、英語じゃなくて韓国語を勉強なさる方におすすめしても、同じくめちゃくちゃためになる回であることだけは確かでしょう。なぜならば、これは私以上に韓国語の発音を日本人へ単純明快かつ的確に教えられる人なんて多分そうそういないだろうなという自信があるからなのですね。特にこのんの3種類の発音を日本人も毎日普通100% 的確に使い分けてんですよ。という観点で発音を誘導させる人なんて未だかつて見たこともないわけでして、でも本当なんですよ。本当に皆さんはただ単に自覚がないだけなんです。自覚というか正確には文字がないだけなんですよ。前回と前々回でも見事お見せしましたよね。皆さんが普段いつも使い分けてるのに文字がないせいで自覚できてなかった小さな粒の4種類、この4種類を文字化させて見せただけで英語の発音までもが見違えるほど抜群に良くなったのを、たくさんの方々が実際に体験してくださったじゃないですか。同じです。んだって、で、んの3種類を自覚して使い分けるだけで、小さな角時と同じく英語の発音までもが一気に見違える魔法が起こるというわけですよ。ね、もう一度言いますが、自覚がないだけです。普段から皆さんが 100% 確実に使い分けている区別なのです。私はただそれを自覚させて口の形をもじって作られた記号を着せてあげるだけ。しかもここで早速の朗報、ぶっちゃけ小さな角の時よりも簡単です。なぜならば小さな角は4種類もありましたが、んなんて
て3種類しかないのですから、今回はのっけから記号を先にお見せしちゃいましょう。こうです。丸やら四角やら一見適当に表記しておいたように見えますが、小さな図と同じくどれもこれも血の形から作られた科学的な文字がたったの3種類なのですから、この動画一つで全部いっぺんに終わらせてしまいましょうよ。というわけでスムーズにポンポン進めるためにも、まずは消去法でもっととも簡単な文字からやっつけたいと思います。まず一番簡単なこちらの四角から、ご安心ください、めちゃくちゃ簡単です。この中で最も楽勝だって、んの時に口さえつぐんでしまえば良いのですから。ピンとこない方のためにも、例えばまんまって言ってみてください。せーの、まん、ストップ。まんまと言いかけて、ままでは着地せずに止まったその瞬間、あなたの口の形こうなっていることでしょう。そう、完全に閉じているはず。あれ、これって小さな角の動画をご覧になった方ならば一つ思い当たる発音がありませんか。そう、ポッポッポッポと言いかけてポッで止まった瞬間も血が閉じていたじゃないですか。それのバージョンだと思えば良いのですよ。つまりポッポのバージョンがこの四角なのです。ずっと四角と呼ぶのはなんですから、今後この記号のことはとりあえずまんまと呼んでおきましょう。そしてこのまんまというを選択にタップしておくだけで、皆さんおめでとうございます。今この瞬間皆さんの発音はぐんと良くなりました。証拠をお見せしたいと思います。皆さん、これ何と呼んでおいででしたでしょうか。カム。そう、通常はカムとお読みになるでしょう。しかしこれ正しい音節は一音なのですよ。つまり英語圏ではこの単語カムと二音で発音してしまうと、こんなに単純な単語にもかかわらずひどい場合聞き取れない人もいるってこと。だって一音なんです。ですから正確には日本で書くとしたらこう一音になるのですが、しかしこのが区別のないままですと発音が全然違う方向に飛んでしまう。そのんじゃない、これガッチャン記号の登場です。んの3種類さえ区別できればこっちのものなんです。そしてそしてこのんこそが今さっきご紹介したまんまなのですね。するとんの時に口を閉じるからかん、そう、口を閉じて、うん、と言ってしまえば、はい、OK。 カン、カン、カン。どうですか？少なくともさっきのカムとは全然違うでしょう。カム、カン、カム、カン。ほらね、おめでとうございます。皆さんの発音がまた一つレベルアップしましたよ。不思議でしょう。うん、のうちの一種類を把握しただけなのに、カム、カム、全然違う発音を手に入れてしまうのですから。ではこの調子で残りの2つも見事にクリアしてしまいましょう。あ、でも実際この残りの2つのんをそれぞれ区別するのが韓国語を習う生徒たちにとっては最初かなり難しいらしいですね。しかしこの難関を私は史上初の接近方法でもって一気に突破させていただきます。ズバリ